はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、最後、ハイリキザスペシャルストロングのね、最後の砦で、レモン味です。炭酸強めと書いてあり、そして、ここが問題。前回から言ってた、甘味料がゼロ。ね。これが重要です。あと、丸ごと絞った厳選レモンとなってます。アルコール度数が 7%。うん。若干抑えられてる。そして、果汁が 3%。なぜかグレープフルーツよか、3倍も。グレープフルーツ味 1% でしたけどね。普通、レモンって一番果汁が少ないんですけど、当然、まあ、酸っぱいんで、非常に、ね、非常に酸っぱいので、基本的に、あまり、ね、1% ぐらいでもだいぶ十分なんですけど、これは 3%、ね。原材料が、ウォッカとレモン果汁と、糖類、と、酸味料と香料。一応、糖類は加わってると。だから、まあ、若干まあ甘い、ではないかと思われますが、これはまあ、一般的に、美味しいんじゃないかな。多分、甘味料使われてないからな。これは期待していいでしょう。そんで乾杯。あ、甘くない。あら。あら、思った以上にっていうか全然甘くない。グレープフルーツ味よく甘くない。うん。そして変な甘さも当然ない。甘味料ないから。入ってないからね。後味がない。うん。非常にキレがあるっていうよりも、すっきりしてる。まあ、ね。すっきりしてる。あ、うまいこれ。うん。あ、これうまいわ。しかもなんか、ほんのり甘さがあるんで、うん。ほんのり甘いんだけど、なんか、全然しつこくないから、なんかこう、非常に飲みやすい。うん。あら、これ廃力、史上最強ぐらいに美味しいぞ。ハイリキザスペシャルのストロングでは今のところ最強にうまいぞ。うん。癖がない。そして、割とっていうか普通にレモンの味が非常に味中よりも香りかな。うん。香りがかなりっていうか、まあ、すごい、しますね。うん。うん。あ、これ美味しいわ。ね、ハイリキ。まあ、オリジナルのハイリキ、もうあれレモンだけですけど、レモンとプレーンか。まあ、あれと、ちょっと、ほぼ同じ。うん。ような味です。かなり、甘さの度数的にはかなり少ない。うん。ですが、うん。
変な甘さもなく。うん。香りも強く。香り、うん。まあ、香りも、レモン感がよく出てますね。うん。これは美味しいですね。まあ、炭酸強めかどうかはま、別としても。ね。やはり甘味料ゼロというのはでかい。これで甘味料が入ってると、もう、俺はもうダメってなるんですけど、うん。美味しいですね。あら。うん、まあ美味しいけど、まあ、まあ若干ちょっと、今まで 9% で来てたんで、アルコールがね。アルコール度数 9% で来てたんで、7% ってのは若干ちょっと少ないなと。うん。まあ、でも、仕方ないか。ね。うん。うん。微妙に甘いんだよな。微妙に。微妙に甘いんですよ。まあ、微妙なんだよな。なんかどっちつかずなんですよね。逆にそこがなんか、微妙に甘いんですよね。もうこれぐらいになるともうほとんど甘さはかなり少ないんで、もうこれだったらもう、糖類ゼロにして、甘味料ゼロ、糖類ゼロでいった方が、個人的には、いいんですけど。まあやっぱり、まあ、どうなんですかね。まあそうなると排力のオリジナル排力が、あでもオリジナル排力も糖類使われてんだもんな。糖類使われてんのか。それだったらもう糖類ゼロにした方が絶対いいと思うんだけどね。俺はね。ちなみに、糖類が含まれているので、エネルギーが55キロカロリーと、100ミリリットルあたり。うん。55キロカロリー。で、オリジナル排力が51キロカロリー。基本的にカロリーっていうのは、チューハイにおいてカロリーっていうのはほとんど甘さの、いわゆる目安みたいな感じに、まあ、甘味料が入ってたりすると別ですけど、甘味料が入ってない状況で、行くとカロリーっていうのは甘さの部類になってくるので、多分、オリジナル排液の方が甘くはないと思うんです。だからここまで来るともうほとんど、あまり甘さもないので、うん、甘くない方がいいと思うんだけどね。もう無糖にしてしまえばいいんですよ。これぐらいになるとさ。ねえ。無糖にしてしまえば、いいとは思うんだけどな。
にしてもこの入り気のプレーンっていう味のやつ、見たことないな。しかも瓶だし。飲んでみたいけどね。プレーン味。ちなみに缶中杯、宝の缶中杯もプレーン味があるんですけど、缶中杯でググると、これもレモンとライムとプレーンっていうのがあって、ね、プレーン俺見たことないんですよね。まあ大体のところで売ってるのはレモン。まあ大体どこでも売ってるんですけど。うん。これ美味しいんですよね。本当に美味しいんだ、これ。まあ一缶200円するんですけど。これの倍ですね、値段。するんですが、うん、まあそれはね、あ、そうそう、宝焼酎、宝酒造が新しい焼酎を出しました。そんなも宝焼酎ゴールデンという、これ何がゴールデンなのかな。結構高いんだよ。これ何がゴールデンなの？気の合う仲間たちとワイワイ楽しくお酒と食事を楽しめることでますます人気の大衆酒場。そんな大衆酒場で長く親しまれ、100年の歴史を持つ宝焼酎の新しいラインナップとして、宝焼酎ゴールデンが生まれました。独自のブレンド技術によって甘い香りと絶妙なコクを再現、実現。その味わいは煮込みやハムカツなどこってり系からお刺身などのあっさり系まで大衆酒場メニューとも相性抜群。ぜひそのゴールデンの味わいをお楽しみください。確かに俺、大衆酒場とかって、ね、まあ、好きなんですけど、その雰囲気というかね。好きなんですけど、これ何も書いてないんですが、具体的に何がどういうゴールデンなのかがよくわかんないんですけど、どういうことなんでしょうか。商品情報に何も書いてない。甘い香りと絶妙なコク。わからんな。今度飲んでみようかな。今度買ってこようかな。大衆酒場ファンのためのゴールデンに輝く焼酎です。よくわからないですね。うん。まあ、いいけど。コクだったらやっぱレジェンドとかね。の方がいいんじゃない？レジェンドに非常に色も若干黄色っぽいんだよね、これね。色がね。25% の度数のやつで、600ml 瓶で637円。1.8L 瓶で1695円。となってますが、レジェンドが、どんぐらい？値段的にどんぐらいな？レジェンドの方が、まあ、高いですね。いわゆるレジェンドの、買い、
介護感みたいな。宝焼酎の純はどうなんだ。純は、あ、純も高いですね。あー。結局のところ、あれ？そんなでもないの？ 600ml、633ml ってことだ。あ、でも同じぐらいだ。ゴールデンと、純とレジェンドの価格設定としてはほぼ同じです。よくわかんないですね。何がどう違うんだろう。わかんねえな。商品情報というか、これ、原材料名とか書いてないんだよな。まあいいや。まあ基本的に宝はね、焼酎ハイボールのドライが非常にうまいんで。うん。これだけでも、十分満足できる。俺は。焼酎の、酎ハイの中だともう、ほとんどこれが、焼酎ハイボールのドライがね、もう、俺の中でも、ものすごい、すごい。すごいコスパ的に高い。値段も100円だし、甘味料ゼロ。糖質80% オフ。そしてプリン体ゼロ。アルコール度数 7%。という。うん。ね。これは美味しいですよ。本当に関係ないけど。もう全く入り気と関係ない話になったけどさ。俺ほんとこれ、焼酎ハイボールのドライはすっごい好きですね。うん。もう感覚としては、そうだね。焼酎の宝のレジェンドかな。レジェンドをハイボール。まあ、炭酸で割ったような味に非常に近いかなと。なんか若干のね、焼酎の甘さがあるんだよね。うん。それでいて焼酎の香りもあるんですよ。うん。だから、レモンとか、ほら、味がほら、あるやつではなく、もういわゆる、プレーン味。なんですが、しっかり、焼酎の香りと甘さが感じられる。うん。まあね。そんな感じです。本当に美味しいです。これは。うん。まあ結構どこでも売ってますしね。うん。まああとドライが一番個人的におすすめなんですけど、まあレモン味もまあうまいかな。普通に美味しい。うん。のでって言ってるともうなんかすっげえドライ味飲みたくなってきたな。あれほんと美味しいんですよ。氷を入れて、普通にね、飲むんじゃなくて、氷を入れて、チューハイをこうバーって注いで、そのドライ味をね、注いで飲むと、また雰囲気が出て、うまいんですね。ほんとに。
で、ドライ味はね、若干ね、なんかね、あれなんですよ。色がついてるんだよね。うん。若干。で、先ほど言ったように、まあ、甘さの部類がエネルギー、カロリーだと言ったんですが、ドライは、ドライ味は42キロカロリー。ちなみにレモンも42キロカロリー。ですね。この焼酎ハイボールシリーズは基本的に40キロカロリー台ですね。だいたい甘くないんです。うん。ね。これはね、非常におすすめ。本当に。で、うん、まあ。宝の缶チューハイが、のレモン味が57キロカロリーだから、それよか甘くないことになりますね。だいたい感覚的に。うん。まあ味としてはね、全然、缶チューハイの方が美味しいんですけど、まあやっぱ缶チューハイはね、200円しますからね。その、焼酎ハイボールの、は100円で買えますからね。うん。2倍はでかいでしょ。うん。ということで、まあ、それには勝ることはないんですが、この、ハイリキ、ザ・スペシャルのストロング、は、甘みは二つ星だな。まあ、それなりに、いい感じになってるとは、思います。うん。それなりに美味しい。ですが、やっぱり若干微妙なんですね。味。やっぱり若干甘いんで、なんかどっちつかずでなんかよくわからないっていう。味になってます。ので、まあ、三つ星かな。2233って感じかな。まあ、どちらにしろ、これはちょっとね。これ買うんだったら、焼酎ハイボール買うなと。焼酎ハイボールのレモン味買うなっていう感じです。ということで、ご視聴ありがとうございました。